はいみなさんこんにちは、えー、レクセニコーシノバタです、えー、これよりですね2019年合格目標パーフェクトコースねレック名古屋駅前本校ノバタクラスの特徴を説明していきたいと思いますよろしくお願いしますはいで、えー、今ですねモニターに映してますけどもいよいよ2019年合格目標のレックのコースがね、えー、続々スタートをしていきます 私ははねレックク名古屋駅前本校とといいいうこころでこのパーーフェクトコースを担当しています、はい、もちろんこれは全国のレックで実証されるものなので各本校生講義があると思うんですがその中でも名古屋駅前本校の私のクラスでどういうことをしていくのかというところをね今日少し話をしていきたいと思います。ですので細かいあのコースの中身ですとかそういったものはねこういったパンフレットですとかインターネットの情報を確認してみてください。 はい、さあ目次移します。はい、2019年合格目標合格講座のバタクラスの特徴とありますね。一つ,、はい、つは理解中心の講義ということなんですけども、まあ、当たり前ではありますけどねやはり法律初学者の方が行政書士を受験する。 アレックの講座を受講するということが多いので、とにかくあの分かりやすい説明を心がけます。で、分かりやすくないと、やはり楽しくないです。結構長丁場なあの勉強になってくるので、楽しくないとね。もう続けていくことが難しいんです。ですから、まず分かったということをね。授業の中でまあ、体感してもらうということが目標ですね。そして分かった方が頭に入って覚えやすいと。 あの円周率ですとかねあの将軍様1代から15代まであれはなかなかね覚えるの大変ですけどもちゃんと法律には理由があるのではいそちらから説明していきますからしっかりとね、うん、理解した上で暗記をすることもできますはいそして2つ目ですけども復習のしやすさにこだわったのばたれ締めの配布とお前自分の。 名前をレジュメにつけるなってことなんですが、これね、合格した受験生の方がね。のばたレジュメのばたレジュメというもんですから、僕もこう名付けました。で、ありがたいことに、合格した方がね、口を揃えておっしゃっていただくのが。これは書籍にして売るべきですと。そこまでおっしゃってくださるんですね。はい、じゃ、どんなものが。私のレジュメなのかと言いますと。もちろん、これ、学習開始前の方が見ているとね、いまいちわからない面もあると思うんですが。 もちろんレックでは共通のテキストがありますのでそれはパーフェクトコース受講の方はすべて配布されます。プラス私はオリジナルのレジュメを配ります。で「比較整理」っていうテーマタイトルがついてますけどもこれ各科目ね勉強していくと似た知識が混ざってくるんですよね。で似た知識をね整理するためにやはりテキストを見るのも大事なんですけども。 やはりテキストねあちこち飛んでるわけですよ30ページと128ページそれを見比べるの結構大変ですよねですから最初からこういった比較をすべきものというのはレジュメにしてお渡しをしていきますはいそうすることによってあの各科目ねうん総合的にこう復習学習することができるわけですもちろんこういった比較整理以外でもあのチェックポイントっていう形で うん、覚えてほしいこと、理解してほしいことをまとめている。そういったレジュメも配布しますので。これかなりね。あの、僕も合格した方も進めているものですので。ぜひ、あの、僕のクラスで受講していただいて。このレジュメ、手に取ってほしいなと思います。はい。まあ、そのレジュメと関係してくるものにはなるんですけども。三番ですね。記述対策にもなる理解度チェック問題と言います。 はい、これどういうものかと言いますと写しますね。はい。さあ実際の本試験問題はうん丸罰ですよね。正しいものを答えろ、誤っているものを答えろ。はい。でもちろん皆さんはそういった丸罰問題に答えられる知識を蓄えていくんですけども、はいこの理解度チェック問題というのは各項目ごとの 本質が分かってるかどうかというのを確認するものです。はい。まあ、民法の一つのテーマを出していますけども、具体例あげつつ答えなさい。試験では当然具体例が上がっている状態ですから、まあ、上げることはないんですけども、自分で勉強したものの具体例を挙げて、まああの答えていく考えていくことによって、本当の知識が身につきます。はい、これが目標なんですね。 はい、こういった理解度チェック問題を配っていったりもするわけですよ。でこうやって頭で考えていくことで何がメリットがあるかというとはい記述対策なんですねはいこう記述対策ってやっぱり問題たくさん解いて、まあ、そこから何か出ればラッキーかなみたいな形で考えている方もいらっしゃるんですがいや違いますね。まあ、それも大事なんですがやはり さまざ、あ、まなテーマ学習しているものの本質を理解する確認することが最大の記述対策です。はいですから先ほどあのお見せしたもの、まあ、今回これは違うんですがこういった実際問題の中から記述式が問われたということもあるのでこれを考えることはね記述式対策にもすごく有用なんですね。はいあの私のオリジナル問題ですから はい、名古屋校で僕のクラス限定ということになるんですねはい、こういったものがあ野畑クラスでは手に入りますはい、まあ使うことができますそして四つ目ですね、うん、多資格試験を分析した出題予想そうなんです、これも僕の売りですね、うん、あの私自身は公務員講座の法律科目も担当しています ですので公務員試験の問題ねしっかり頭に入っているんですあとは司法書士の試験問題ですとか司法試験問題にも目を通していますですので行政書士の試験勉強でまあ少し手こずるのが過去問に載っていない過去に出題されていない分野からの出題がされたときにどう対応するかということなんですねで多資格試験の問題を解けばということをおっしゃる方も多いんですけど もちろんその通りですただやはり傾向が行政書士と司法書士行政書士と公務員が違うわけですから、まあ、そこをちゃんと見極めてからでないともう出ないものを勉強するということになりますので、まあ、そこはねなかなか効率が悪いと。なので私は常に授業の中で行政書士では問われていないですが公務員試験で問われていますと。 こういう形で行政書士試験の出題がありえますよねということで伝えていきますのでまだ授業を聞いていただければあそうなんだと行政書士では出てないけどもこれ出る可能性あるんだって認識していただけますよね。でその上で、まあ、実際に多資格試験の問題も解いていただければもうベストなわけですよ。はい、この出題予想を私の1つね売りなんですね。はい あと5つ目ですけども講師ブログでの情報提供とレックですと横溝先生のブログが有名なんですけども私もブログをあのやっておりますですのでまあ通学の方にもちろん情報提供していきますし、まあ、この動画見ていてねあどうしても通いたいけども名古屋は遠いな通学できないなって方に対してもあの同じ情報を提供していきますのであのよければねのばたブログとかあの。ブログとか 検索ワードを打っていただくとこれが出てきますのでぜひね講師ブログも確認していただければと思いますはいそして今回こういったパンフレットの一部ですけどもパーフェクトコースというものですねまあその中の合格講座の話をしてきましたもちろん私は名古屋校ではすべての 講座を担当することにはなるんですけども今年からね通信講座の一部も担当することになりましたはいあの憲法基礎法学というところをね担当することになったんですよこういった全国講師の紹介ページがあるんですがはい右下のところで私があ映ってますはい 今年からあの憲法基礎法学という科目をね。通信講座でも担当ということになっているんですね。はいですから、全ての講義ではないですけども、例えば憲法に関して通学できないよということになったとしても、同じ授業が通信でも聞けるということになるんですね。はい、ということになります。で、実際に名古屋駅前本校で受講してみたいよという方。 はい、スケジュールを、ね、簡単にあのお見せしておきます。まあ、少し細かいので,、はい、いので実際は皆さんパンフレット等を、ね、確認していただきたいんですが、はいうんあのー、10月、から順次開講していきます11 0月、1月、1月、2月と開校していきましてそれぞれすべて、あのー、休日のクラスは私が担当していきます。 で一番早いクラスが18年の10月14日ですね、ここからああ長い戦いがスタートしていくということになるんですね。はいまあ、一部土曜日が入ってますけども、基本的に日曜日のクラスが10月でスタートということになるんですね。まあ、そして11月25日、まあ、行政書士本試験後になりますが、はいえー、またスタート。そして 12月の1日スタートそして1月スタートという形で毎月毎月、えー、必ずスタートできる環境が整っているということも名古屋湖の特徴なんですねはいもちろん休日以外にも名古屋駅前本校はクラスがありますので、まあ、別の先生があの講義していただくんですがあの両方通ってもらっても構いませんのでね是非乗り入れ制度というものを有効活用して。 えー、勉強していただけるといいんじゃないかと思います。あのー、全部ね。通える方の方が少ないですよ。ですから。あのー。もう100%通えない方は話は別なんでしょうけども、一部通えますとね。一部通えます。という方はぜひね。あの名古屋校をお越しいただいて、野畑クラスで一緒に勉強していただくと言っていただければ嬉しいですよね。 あの戻しますけどもとにかくこういった学習のしやすさこだわって授業をしてますので例えば全て授業に参加できなかったとしてもレジュメはちゃんと配布をしますしね理解のチェック問題も配布をしますしあの質問に関してもしっかりと受けていきますので是非、はい、ね2019年の行政書士合格に向けてレック名古屋駅前本校で一緒に学習していければなと思います。 はいえでは今日はですね、うん、2019年目標の私のクラスの特徴ということをお話ししていきましたはいねぜひ皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしていますではよろしくお願いしますお疲れ様でした